全開ゴー相模原までは一時首位に立っていたビッグカイト相模原、現在4連敗中でまさに崖っぷち。果たしてこの試合に勝ってチーム悲願の J2 昇格の夢をつなぐことはできるのでしょうか。ユニフォームはローニック、水とスプドリの準備はよし、アイシング用の氷。あっ、あの歌マジやめてくんねえかな。ここはラーメン激戦区。ジェイ、そんなもん優雅にピッチで聞いてる暇ねえだろ。いくらボールを支配しても点が入らなきゃ意味ねえぞ。飲め、はい、我慢することと何もしないことは違う。もっと脇からやらしく入り込め。コーチ、はい、自分の役割を理解してんのか。前に出すぎんのこの野郎。褒めろ。はいはい、遅い。すいません、正面いってくれ。ゴリです。はい、神様さん、さっきのシュート惜しかったっす。いや、ちょっと力みすぎたわ。でも後半絶対決めるから。はい、相模くん、さっきの俺の気力はすごかったでしょ。森井さん、あんな蹴り方したら内転筋痛めますよ。じゃなくて、パスの感想聞いてんの。森井、無駄なパス出すの、状況読め。すいません。相模、はい、見てこれ。うわ、どうしたんすか。どうしたんですか。廊下に氷ぶちまけたのあんたでしょ。急いでたらちょっとこぼれちゃったかも。私だから言えばよ、選手が転んだらどうすんのよ。鬼塚さん、びしょびしょじゃないですか。興奮していいっすよ。どうした、漏らしたのか。なんで監督、オーナー、はい、先日はごちそうさまでした。いえいえ、広報担当ですので。さよなみ、はい。磨かなくていいわ、捨てといてくれ。え、まだどこも傷んでなかったと思いますが。左右のバランスがずれてきた。素人が口出すな。はい、すいません。
クビってことですか？ああ、もし J2 に昇格できなかったらね。でもほら、運よく他も負けてくれたから最終戦に勝てばいいんじゃないか。まあそうですが、しかしね、いつまでもこのままだと人件費を削らないといかんしね。そうなるとほら、まず考えるのはほっぺ色だってことはわかるよね。ですが選手のことを考えたらやっぱり、いや用具なんかさ、選手自身が管理できるし、ロッカールームもみんなで整理整頓すればいいし、このチームには贅沢なんじゃないかな。サッカーだけに集中してもらう環境作りのためにポペイロは必要なんです。確かにまだ駆け出しで僕をポペイロと呼ぶには至らないことだらけかもしれませんが、でもやっぱりそのちょっと厳しいこと言っていい？それはこのチームじゃなくてもできることじゃないかな。いや、そういう話ではなんてね。ほら、次の試合に勝てばいいんだしさ、ここは一つ危機感を持ってみんなで頑張っていこうよってことでね、了承してたよね。我がビッグカイト相模原はその名の通り相模原市を拠点とする J3 のチームでして、設立7年の若いチームですが、力も大きな期待を受けております。まあプロと呼ぶにはちょっとあれな環境なんですけど、次の最終戦に勝てば J2 昇格の望みがあるんです。本当に？まあ設立当初は弱小チームでしたが、名将かしい監督の就任、元日本代表の山形選手の加入によって今や山形ってあの山県引退したんじゃなかったっけ？ちょっとそれは失礼なんじゃないですか。すいませんね、うちらローカルなタウン誌なもんで、なんか主婦が喜ぶような面白ネタ探しに来たってのが本音ちゃ本音なんですよね。ビッグカイトの恐ろしい都市伝説教えますよ。そうそう、そういうのスキャンダラスだと名古屋市。実はですね、カシー監督はジンクスをとても気にしてましてね、現在5連敗中なのは、監督が大事にしているクマのぬいぐるみが。ちょっとカズ君、その裏の取れてない情報 NG でしょ。私、三浦和俊です。みんなからカズって呼ばれてます。サポーター的な？いや、12番目の選手的な。何が12番目よ、グラウンドで変な歌歌ってるだけじゃない。失礼だな、俺たちの応援でいつもどんだけ天才ってと思ってんの。まあ、カズ君ちょっと取材させてもらえるかな。あ、どうぞどうぞ。いやあのサポーターだって言ってた、どんなことするの？元気くん見えないんでどいてもらっていいですか？撮ってもいいよ。興味ないんだけど。大丈夫？ちょっと。どうした？サイン？山川先生のサインください。俺のはいらない。いらないだよね。ちょっと待って、ヤマケンさん、小学生がサイン欲しいって。練習中だ。何様だよ。俺様、ヤマケンさ。分かった、ごめん。坂上、もうこのグラウンド嫌だわ。石多いもん。石出てきちゃうんですよね。来シーズン昇格したらいいところできるっしょ。昇格したらね。タワポ。すいません。坂上、後で監督室来て。はい。
すみません。はい。あの、ここ一応関係者以外立ち入り禁止なんですよ。ああ、私今日から広報のボランティアで入りました、山岸菜々子です。よろしくお願いします。ああ、そうだったんだ。ってことは鬼塚さんの下で。はい、とっても優しい方ですね。え、誰が。私に決まってんでしょ。こっちが坂上、何でも言いつけてやって。何でも言いつけないでください。ホペイロにはホペイロの仕事があるんですから。ホペイロ。あ、ホペイロっていうのはね、まあすごく簡単に言うと用具係なんだけど、でもあの選手が最高のパフォーマンスを発揮するためにスパイクの手入れをしたりとか。要するに雑用係。菜々子ちゃんとりあえずチラシ配りと、はい、ポスター貼り、はい、お願いしようかな。あんたはこっち。あ、はい、早く。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ頑張って。また模様替えですか。この前やったばっかなのに。監督から聞かなかった？連戦連敗につき。ああ、そうか。またいつもの喧嘩継ぎ。めんどくさ。はい、動く。の根源熊次郎。監督、それいつまで大事にしてんすかね。これのせいで負けてるってもっぱらの噂よ。うん、本拠はあるのか。監督、連敗中なんでこれ捨てていいですか。バカ言うな。この子は勝利を呼ぶ熊なんだから邪険に扱ってもらっちゃ困る。分かっといてくれよ。はい、ちゃんと綺麗にして、はい、ここに置く。分かったか。熊次郎、暗くて狭いところに閉じ込めておいてごめんね。怖かったね。寂しかったでしょ。じゃあとよろしく。はい。やばいっしょ。こわホペイロ。三井さん、これ干す意味あります？ん、干しときゃ乾くんだよ。あんた一人暮らし長いんだからわかるだろ。ホペイロ、この女と結婚してやんな。嫌です。私も嫌です。ねえ、ヤマケン最近なんかあった？いえ、特には。相変わらずスパイクの調整が人一倍シビアってぐらいで。前はソックスがすぐに擦り切れてたのに、最近いつまで経っても綺麗なままなんだよね。あんたホペイロなんだから、なんか気がつかない？まあいいや。ありがとうね。じゃあ私帰るわ。じゃあ僕もスパイクのメンテナンスがあるんで。あ、ちょ待って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 。3F にさ、ポスター貼りに行くの手伝って。え、それって僕の仕事っすか？洗濯干すのだって私の仕事じゃないでしょ。うちみたいな小さいクラブは何でもやらなくちゃいけないの。文句言わない。オーナーから私になぜか直々にポスター貼りに来いって言われちゃってさ、ほんと困っちゃう。だったら一人で行けばいいじゃないですか。何？はいはい、行きますよ。まっすぐね、はい、そうそんな辺じゃない、はい、うん、あ、すいません、ごめんなさい。はい、いらっしゃい。お、森くん雰囲気違うね。最終戦に向けて急遽作ったので写真が去年のものなんですよ。いや、このままいいよ。チャラくなくてさ、うん、あ、まあ確かにチャラいですけど、うちの中心選手ですから。あ、持ちます。市民会館でさ、うん、ビラ配ってた女の子。はいはいはい。あの子は新人さん？山岸ですね。社会人チームにもいたらしくて期待の新人です。うちでさ、うん、ポスター貼るくらいならさ、新人さんでいいんじゃない？いや、でも今後も私が。いや、鬼塚さんにね来てもらうのも悪いかなと思ってさ。
今度さ、あの子に遊びに来てって言っといてよ。あー、はい。かわいいよな。楽しみだよ。よろしくな。はい。行きますか。お邪魔しました。お邪魔しました。鬼塚さん、ビラなくなりそうです。え、マジで？そんなこと一度もなかったよ。ありがとうございます。まだやんの？はい、いっぱい見に来てもらわなきゃなんで。じゃあ、こちらスイカです。ありがとう。お、なあちゃん、ありがとう。皆さん優しいんですね。分かってくれたかな、ななこちゃん。いつも厳しく言ってるのはさ、俺たちこのチームに勝ってほしいからなんだよ。そうそう、昇格のためだったら頑張っちゃうからね。頼もしいです。おい、気合いで頑張ろうぜ。俺も混ざってこようかな、なんつって。はい、行きましょう。あれ、デート帰りっすか？仕事してんのよ。マジっすか。お疲れ様です。あ、ちょ、鬼塚さん。何？鬼塚さんって彼氏いないんですよね。はぁ？っていうか喧嘩売ってんの？あ、いや、もしいないんだったら合コンしません？森さん、いいよ。え？よかった。連れに熟女好きがいるんすよ。予定決めるんで、ダメな日分かったら教えてください。お疲れです。鬼塚さん、怖いっすよ。どいつもこいつも私の苦労分かってないんだから。そんなことないですよ。鬼塚さんがいるから今のビッグカイトがあるってみんな分かってますよ。本当？誰よりも早く出社して文句言いながらも担当じゃない仕事までして真似できないですよ、本当に。はい、レッグガード。あ、お疲れ様です。もういいっすか？あ、はい。よいしょ。じゃあ行くわ。あ、で、ちょっとん？あの、ナナコってこう一癖あるね。やたらチームの内情聞いてくるよ。社会人チームにいましたしね。スパイだったりしてね。なわけないじゃないですか。じゃちゃんと鬼塚のケアもしてやるんだよ。それもあんたの仕事だからね。じゃあお疲れ様。分かってますよ。はい。あ、お疲れ様です。これ捨てといてくれ。でもこれまだ。ソウルが言った通りに調整されていない。すいません。お前よくそれでホペールだなんて言えるな。今後は俺が自分で調整する。